じゃん、今回第2回ラーメン食べ歩き2017東海版トレンドの味が大集結、新店&名店の絶対うまい300杯に沿って本当に美味しいかどうかの検証をしていきます。今回、56ページ57ページにある清瀬市にあるお店に行きたいと思います。ここがね、醤油豚骨と担々麺がおすすめということでね、美味しいかどうか行ってきます。ということで、清瀬市のお店に行ってきました。食べたね。ねえ、なんかね、ちょっとお店はそんな大きくなかったね。うん、うん、こじんまりとした感じね。テーブル席が2つか3つ、うん、2つ、うん、そうだね。で、あとカウンターっていう感じのお店なんですけど、なんかさ、炙りチャーシューの匂いかな、いい匂いしたよね、お店の中ね。あの焼肉屋に入ったような感じの匂いがしたね。そうそうそう、うん、食券を買うタイプのお店でした。うん、個人的に思うんだけど、うん、食券買うタイプの店ってあんまりだから安いイメージっていうか、ちょっとワンランク下のイメージがあるんだけど、うん、ここの店はね、あのそんなんじゃなかったよね。うんうん、味とかそのなんていうの、こっとるよね。うんうんうん、卵一つにしても、うんうんうん、その炙りチャーシューにしてもこってるから。そうだね、もう単純に人件費削減なのかな。うん、そう、そう思った。うん、で、おっちゃんがね、醤油豚骨食べて、私担々麺、担々麺なんか辛さの調節ができるっていう風で、私あんまり辛いの得意じゃないので控えめっていう風でお願いしてきましたね。で、味なんですけど、どうでした？まず、醤油豚骨ね、おっちゃんのやつちょっともらって食べた時に、うん、最初食べて思ったのが、醤油豚骨の割にさっぱりしてるっていうか、うん、食べやすい、すごい食べやすい、こってりしてないよね、全然さっぱりしてる、うんうん、食べやすいと思いました。うん、で、担々麺の方もまあベースのなんかスープが一緒なのかな、うん、なんかね、担々麺もまあごまのやつでのちょっとこってり感っていうのは若干あるのかもしれないけど、どうだ、普通の担々麺に比べるとやっぱちょっとさっぱりしてたのかな。うん、でね、辛さもね、やっぱ控えめにしてもらってたので美味しくいただけました。それでもちょっとピリッとしたけどね。まあね、ラー油がちょっと入ったりしてる分はね、うん、でも美味しかったよね。うん、お茶を思ったのがね、豚骨、あ、醤油豚骨の方、うん、やっぱ同じようにさっぱりしてるなと思ったんだけど、若干ちょっとね、うん、僕の口がおかしいのかどうかわからんけど、酸味がちょっとあったの。言ってたね。うん、でもね、その酸味も別にいやらしい感じじゃなくて、うん、まあ、全然マッチングしてたからいいんだけど、うん、最後まで食べた時に、うん、なんだろう、あっさりしすぎてるからね、味がしなくなったんだよねもう言わんかったけど、うん、で、冷めてきて、その最後汁を飲んでる時でも、もう最後まで汁を飲み干したいかって言われるとそうではない。うんうん、ただラーメンとしてはめちゃめちゃうまい。あっさり食べれるから、あのくどくないし、だからね、これ評価難しいんだけど、個人的にはね、でも8点だね。うーん、まあまあ、あ、7.5 かな。7.5? 7.5 だな。ああ、うーん、今ね、気づいたんだけどね、うん、スープ濃度っていうのが書いてある、これ濃度、うん、うん、この間行った、うん、ね、あの春日井の店、あれスープ濃度5なの、うん、マックスだね、確かに濃かったもん、ね、うん、濃かった、うん、今回のとこ3なの。あー、やっぱりね、うん、うん、好みだね、ここは。そしたらやっぱり、うん、うん、でもやっぱくどくないから食べやすい、食べやすいよ、うん、よね、うん、私点数か、でも卵美味しかったな。美味しかった、でも、うん、ちょっと濃かったんだよね。まあね、なんかね、あんなもんなのかな、うん、ラーメンに入れな
くていいかなっていう感じかな。言ったらあのままご飯の上で味がしっかりついてた。そうそうそう、味がすっごいしっかりついてる、うん、まあ味玉だったもんね、うん、そうそう、うん、ただね黄身が絶妙な感じだった。絶妙、うん、あれはもう職人の技だね。美味しかった、うん、どうだろう点数か。私あんまりね味覚ね自信がないんだよね。こんな検証するとか言ってやおきながら、うん、まあ、結局好き嫌いでいくと、好き嫌いじゃないけど、うん、その個人的な感覚でいけば言うとまあ普通に7、うん、8でいいと思う、うん、うん、なんか7、8ばっか言いそうな気がしてきちゃってあれですけど、うん、でもねでもね美味しかっただよね、うん、うん、でおっちゃんのねその点数のポイントとしてはやっぱり、うん、まあ最初に食べた時の美味しさと、うん、冷めてきた時の味、うん、それでもガツガツ美味しく食べれるのか、スープが全部飲みたいぐらいいけるのかっていうところがやっぱり点数に反映してくる可能性が出てくるんだけどね。だからこのお店だから食べててもずっとさっぱりしてるから、うん、ずっと美味しく普通最後までペロッといけたんだけどね、うんうんうん、あとご飯一杯無料だったからランチはね、ランチそう、うん、ご飯一杯無料ってなってた、うん、だからラーメンがね醤油豚骨が1杯630円でしょ。そう安いなと思ったら、それでご飯が無料で1杯ついてきたら、うん、安いと思いますわね。そうだね、うん、だそういったところ考えていけばやっぱりいいお店だと思いますね。うん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 、あとこだわりがそれぞれさっき言った通り炙りチャーシュー、うん、味卵、うん、味玉ね。ね、そうおっちゃんがね、うん、ちょっとチャーシュー苦手なんで、ね、そうだから私が食べました。お茶の部分食べてもらったんだけどね。そうあのね、チャーシューも美味しかった。うん。けどね、ちょっとね、こってりしたチャーシュー好きな人は多分ドンピシャでいいと思うけど、私は1枚でちょうどいいくらい。まあ油もんがあんまり好きじゃないんだね、姉ちゃんは。うん、だからそのただ美味しいよ。うん、美味しいけど、うん、1枚で十分満足ですっていう感じでした。うん、はい。うん。まあまあだからね。これに乗っててもまあまあ全然不思議じゃない、納得のお店だったよね。そう、納得のお店です。うん、うん、ということでまあどこのお店かっていう名前は言ってないですけど、心当たりのある方そう、ぜひ行ってみてください。はい、ありがとうございました。